それでは第3章、ホワイトバランスについて学んでいきましょう。第3章では、ホワイトバランス、色調整の基本について理解し、撮影や画像の編集、調整何かに活用できるように学んでまいりましょう。まずカメラと色の関係について、先ほどデジタルカメラは RGB の原理を軸にできてますよというふうにお話をしました。CMOS センサー、CCD センサー、 えー、聞いたことがあると思います。デジタルカメラで、えー、画像を、えー、撮るセンサーのことですね、えー。こちらは光の強弱だけに反応するセンサーです。でいわばモノクロフィルムと同じですね。えー、何も加工してない C モスセンサーですと、光の強弱だけを記録して、モノクロ写真のようなものが撮影できます。えー、デジタルカメラ。 通常のカラーのデジタルカメラの場合では、光を RGB に分けてから CMOS センサーや CCD センサーで各色の強弱を別々にデータ化することで色を表現しています。では、どういった風になっているかというのをちょっとイラストを見ながら見ていきましょう。えー、CMOS センサー、CCD センサーというのはこのような形になっています、えー。手前、マイクロレンズというのがあって、これは光を増幅、より明るく鮮明に撮れるためのマイクロレンズ。 というのがありまして、その下にカラーフィルター、RGB のフィルターですね。入ってきた光を RGB に分けてこう記録するためのフィルター。で、その下にフォトダイオード、いわゆる画像素子が一つ一つ赤く並んでいて、そこにこう入ってきた光、RGB に分解してどれぐらいの強さですよというような電気信号に置き換えて、えー、写真にしています。このセンサーの配置、 色のフィルターの配列パターンは RGGB というふうに言われていまして、緑を増やしたパターンが一般的になっています。これはですね、第1章でも触れた通り、人間の目が特に緑色に反応する感度が高いからということで、緑色の微妙な違いというのは人間識別できるんですね。そういったこともあり、RGB のセンサー、これは RGB 均等にあるんではなくて、RGGB グリーンが多いんだよっていうのを知っておいてください。 ホワイトバランスですね今言った通り入ってきた光をそれぞれ RGB の信号の強弱に置き換えて撮影しているんですけれどもカメラの目というのは人間の目のように自動調整機能がついていないんですね。撮影環境における光の色の影響を補正して白,を白く映すための機能をホワイトバランスと言います。 第一章で学んだ通り、物体、あとは光源、照明ですね、光、あと観察者、この3つの要素で色が変わります。なんで、カメラの設定が一定だった場合、光が変われば、物体の色も変わっていくということになります。逆に、光の色が違うときでも、カメラ、 の設定を変えてあげれば観察者の部分を変えてあげれば色を変えることができるということにも、えー、なるのでそういった方法どうやって調整していくのかということを、えー、これから学んでいきましょうオート・ホワイト・バランスというのは上の通り、えー、3000から7 0 0 0ンで、えー、自動でカメラが調整しますよ太陽光ではこれぐらい日陰ではこれぐらいの色温度、えー、曇りではこんなような形白熱電球ではこれぐらいの色温度 そのように各色温度がこう設定されているわけです。観察者の部分のどのような色を捉えるかという機能をこう調整、設定できるようになっています。そもそも今、K というの色温度って言いましたが、色温度とはどういったものかと言いますと、色温度とはですね、光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度、単位になります。単位には、 熱力学的温度の K、ケルビンを用います。絶対零度ゼロケルビンというふうに、これ物理の授業や何かで学んだことがあるかと思います。これはですね、あの物理学の方になっていくので、あのここでは詳しくは説明いたしませんが、外部からの光のエネルギーを完全に吸収し、すべてのエネルギーを100%放射するという理想的な物体、国体、 を熱していったときに、こう変わっていく色の変化、国体放射の色の変化で、こう、何色っていうふうにしていくのが、ケルビンというふうな形になっています。ちょっと興味のある方は、より調べてもらうと、理解が進むと思います。で、光源によって、色温度、光の温度っていうのは変わるよっていうことで、これは実際、この表と、 そこの光源のですね、種類を見てもらうと、なんとなくこう、身近に想像できるかなと思います。え例えば、色温度が低いと、光は赤くなっていきます。わかりやすく言うと、ローソクの光ですとか、日没とか日の出の光が赤いのは、色温度が低いからなんですね。大体ローソクの温度、1 9 0 0ビン2 0 0 0ビンぐらいというふうに言われています。で、日の出や日没なんかは2 8 0 0ビン あとは、えー、白熱電球ですね、えー。蛍光灯の中に電球があると、えー、白熱電球があると、えー、黄色っぽく見えたりするのは色温度が、えー、大体これぐらい、2800から3000ケルビンだからだと言われます。あと、タングステンランプっていうのがありますが、これは3200ケルビンで、えー、映画なんかの照明ですね。で、使われていた、えー 基準になるタングステンランプという3 2 0 0ビンの色温度のランプを照明に使ったりしてたのでこれが大きな一つの基準として3 2 0 0ビンであります。あとはもう一つ5 5 0 0ビン、これデイライトランプ、中白色蛍光灯、ストロボ、あとは平均照合の太陽光って書いてありますけどだいたいこのあたりが白いどちらにも偏っていない光 全ての波長を均等にこう含んでいる光というふうに、えー、言われております。でこちらもデイライトランプってありますが、タングステンランプとデイライトランプっていう、これが、えー、映画、フィルム時代の映画なんかでは、えー、基準とされていたもので、フィルムもタングステンとデイライトの2種類販売されていました。えー、なんで、これを基準に、えー、アナログの場合はフィルターで色を補正したり、 逆に色をつけたりっていうことをしてたんですけれども、デジタルの場合は無段階で色温度の設定ができますので、よりホワイトバランスの調整はしやすくなっていると言えます。この表というかですね、図をちょっと頭の片隅に覚えておいてもらうと、撮影にもいろいろはかどるかなと思いますので、頭に入れておきましょう。では実際、これデイライト5 5 0 0ビンぐらいにカメラ、 をえー、のあの色温度を設定して、えー、それぞれの色温度を放つ照明を、光源を撮影したとすると、こういうように映るよっていう例になります。わ、えー、かりやすいですよね。真ん中、えー、5 0 0 0ケルビンから6 0 0 0ケルビンのあたりがちょうど白く見える。で色温度が低くなると、えー、赤くなっていく。1 0 0 0ケルビンなんかかなり赤オレンジ、大々オレンジの光になっていると思います。逆に色温度が高くなっていく。1万度。 1> 1万ケルビンぐらいまでいくと、えー、青い光になっているのが分かるかと思います。で人間の目は、えー、かなり自動調整して、えー、しまうので、えー、普段意識しないと、えー、こういった照明下でも、えー、違和感なく、えー、本を例えば白い本を読んでても白に黒い文字っていうふうに認識してますし、えー、だいぶ青い、えー、晴天の空の下でこう白い紙と黒い文字を見ても白い紙に黒い文字っていうふうに認識してますけど実は カメラの色温度を一定定に設定して撮影すると、これぐらい色の違いいがあるんですね。これぐらい光源に色の違いがあるってことはやはり映り方にも影響が大きく出てきます。で色温度、えー、正確に測ろうとする場合ですねカラーメーター色温度計というものを使います。どういった時に使うかというとですね CM など色の再現が重要な場合例えば別の日に同じシーンを撮影する場合なんかは えー、この色温度計を使ってて、えー、撮影していきます、えー、これはです、ね、便利なもので、えー、今ここの光源のこの状態が何ケルビンですよさらに言うと炎色性といいまして、えー、太陽光なんかは、えー、十分な炎色性があるのでこう色をかなり、えー、よく発色するんですけれどもちょっと えー、蛍光灯なんかでも値段が安かったり高かったりするのがあると思うんですけどこれは炎色性っていうのは実は違いまして炎色性が低い、えー、照明なんかだと実は十分に、えー、反射しないのである特定の色を特に反射しづらいとかっていうのがあったりするので、えー、色をうまく再現できなかったりします。そうういいったもののののまででで、えー、このカラーメーメタとは測れるので、えー、照明ですとか 写真ですね映像撮影をしたいそういった仕事に興味があるって人なんかは色温度について先ほどの表を含めて覚えていただいてこの色温度計というものもあってそれでこう色温度を測ったりだとか炎色性光光源の炎色性を測ったりして調整しているんだなというふうに思ってくださいホワイトバランスまとめるとこのようなことが言えるかと思います 撮影環境における光の色の影響を補正して白を白く映すための機能。白が白く映るということは他の色も正確に映るということになりますね。なぜこんなことが必要かというと、例えば赤いものを撮影してこれが赤いものですというふうに誰かに伝える必要がある場合、正確に撮影しておかないとその色がオレンジになってしまったりすることがあります。 それなので、ホワイトバランスをしっかり調整して再現するということがすごく撮影には大事になってきます。色を正確に再現することがすごく基本的で大事なんですけれども、撮影によっては自身の意図する色調を優先するケースもあります。どういうことかというと、例えば朝のシーン、ドラマなんかや映画何かで皆さん朝のシーンを思い浮かべてみてください。 ちょっと青っぽい光、青っぽい、全体が青っぽいシーンだったりする記憶ないでしょうかえ朝のその短い時間だけにそういったシーンを撮るのは大変ですよね。あとは照明を使ってそういうシーン、デイライトの照明を使ってそういうシーンを撮るのも、まあ準備が大変になります。えでは、どうするかというと、カメラのホワイトバランスをこう設定できるという話をしました。 そこを調整すれば、デイライトの中でも青っぽく映せたりします。そういったことを調整して、昼間の光の中で朝っぽい、青い光のように撮影するということも逆にできるんですね。そういったことを次の章で詳しく学んでいきたいと思います。